島根沖諸島出身の田中は幼い頃から海で遊ぶのが大好き現在も神奈川県の海辺に住んで海釣りを楽しんでおり番組ではその超歌を披露する娘が成人式を迎えた際には何年か経ってみても笑ってほしいとの思いからビーチでコスプレをしてツーショットを撮ったそう さらに、上京して俳優デビューしたものの、なかなか仕事がうまくいかなかった頃の恩人、萩本欽一とのエピソードも明かす。田中は、萩本が芝居も笑いもできるアイドルグループを作るためオーディションを開催した時に、参加者の相手役を務めた。叱られてばかりで当時は苦しかったが、鍛えられたおかげで演技の幅が広がり、30代で多くのドラマに出演できるようになったという。なお、 田中の出演ドラマ、素晴らしきかな、先生は ABC テレビ、テレビ朝日系で8月18日に放送スタート。毎週日曜22時からオンエアされ、地上派での放送終了後、TVer、ABEMA で見逃し配信が行われる。